はい、ということでおはようございます。トランペットです。今回はですね、この夏 JR 東海からお得な切符が消えてしまったということで、今回ご紹介いたしますのは四国旅切符で、29,330円で発売をしておりました。国鉄から JR にかけて発売されていた周遊切符がエリアをね縮小しながら2013年まで発売をしておりました。フリーエリアまでの往復切符と、ゾーン内のねフリー切符、こちらがセットになったお得な切符で、使ったことある方もね多いかと思いますが、 JR 東海では周遊切符がなくなった代わりに独自でそれに代わる企画切符として旅切符というねシリーズを発売しておりました。最初はですね、岡山、広島、山口、四国の4エリアが設定されておりまして、各エリアまでの往復乗車券とエリア内のフリー切符がセットされまして、周遊切符の、ね、流れを組んでおりました。フリーエリアまでの乗車券の経路が自由に設定できない以外はほとんど周遊切符と同じでした。岡山、広島、山口エリアは2019年3月末で発売終了し、最後まで残ったのが四国旅切符でございます。岡山までの往復新幹線の普通車指定席と JR 四国全線、土佐くろしお鉄道、阿佐海岸鉄道のフリー切符がセットになっておりました。四国旅切符では岡山エリアもフリーエリアに含まれていたのが特徴です。このご時世でですね、四国まで行くお客さんが減少したということや経営が悪化したことも廃止の理由として挙げられるかと思います。発売期間は2021年の8月8日までとなっておりまして、利用期間は8月9日までとなっておりまして、雪券の前日までの発売となっておりました。この切符で四国をね周遊していきたいと思います。さて、雪券を自動改札機に投入しまして、四国旅切符の旅がスタートいたしました。せっかくなので N700S の固定運用のね列車を選択いたしました。山陽新幹線に直通する便はまだ固定運用としてはありませんが、気軽に N700S を選択できるようになったのも車両がね増備されたおかげでございます。この列車で1本でね岡山まで行くことはできませんが、まずは新大阪駅まで行きたいと思います。さて、名古屋を9時41分に発車いたしましたのぞみ207号ですね。久々に乗るとのぞみ号の速さをねより早くね実感することができます。山陽直通のねのぞみ号に乗ればいいじゃないかっていう思うんですが、やっぱりね道中車両をね選択する楽しみがあってもいいと思います。さて、乗り換え駅の新大阪駅に到着いたしました。改札内の乗り継ぎであれば岡山駅まで2列車分の指定券も発券することができましたと思ったらですね、乗り継ぐ山陽直通ののぞみ号もなんと N700S でした。N700S から N700S にお乗り換えでございます。運用さえね分かっていれば、これのぞみ15号でですね、名古屋から岡山まで1本で N700S で行くことができましたが、これもねしょうがないですよね。これは運なのでしょうがないことでございます。さて、岡山駅まで順調にね進んでおりますが、お手洗いご使用少々お控えください。ご理解をお届けお願いいたします。乗車時、乗車の客様にお近くにおいたします。電気機はした8名、ご同意いたしました。お手洗い、おめでたいことをお呼びいたします。8番の乗車終わりました。お手洗い、おめでたいことを
さて、蜂が入ってくるトラブルもありましたが、大都会岡山、山陽新幹線岡山駅に到着でございます。さて、雪券はこちらね、フリーエリア内で下車した時点で無効となります。岡山駅も在来線はですね、フリーエリアに含まれておりますので、岡山駅の改札外で用事があるのであれば、ここで放棄しても良いです。この先四国方面へ先を急ぐ場合は、乗り換え改札を通りまして、雪券のまま四国のフリーエリアでどこかの駅でね、下車する必要があります。さて、在来線の改札に入りました。こちらでフリーエリアとなります。雪券がまだまだ有効の場合は、どこかの駅で先ほども言ったんですが下車する必要があります。今回雪券で高松駅までまず行きたいと思います。四国方面の乗り場に向かいたいと思います。さて、アンパンマン列車が出迎えてくれました。まだ JR 西日本の管轄なんですが、少し早くね、JR 四国の、ところに来たという気分になります。せっかくのフリーエリア、特急列車も自由席乗り放題ですので、特急で行きたいと思います。さて、岡山駅11時35分発特急潮風で、8000系ですね、こちら宇多津駅まで行きたいと思います。今回マリンライナーではなく特急で行きたいと思います。115系湘南色もいました。特急に乗れるという、ね、理由もあるんですが、1本で、ね、行けないんですよね。特急列車で高松って思うんですけれども、こちら潮風号で行くメリットもあるんです。まず小島駅に到着しました。 JR 西日本から JR 四国に変わります。いよいよ四国の管轄に入りました。向かいのホームにはアンパンマントロッコの姿がありました。アンパンマン列車同士が JR 西日本の駅で並んでおります。こちらどちらも JR 四国の車両です。さて、 JR 四国の管轄に入りまして、こちら天気のいい日には美しい瀬戸内海を眺めつつ、これから四国を旅行するんだというね、楽しみな気持ちが高ぶっております。瀬戸大橋をね、渡りましたら、ついに四国上陸でございます。四国に上陸いたしました。さて、まもなく宇多津駅に到着しますが、快速マリンライナーであれば左側の線路を通りますが、今回右側の線路を通っております。宇多津駅構内にはデルタ線がありまして、高松方面へは通常左側の連絡線を経由しますが、今回は右側に入っております。これは松山方面に行く連絡線を通っております。運賃計算上の分岐駅、瀬戸大橋線と予算線の分岐駅は宇多津駅が正式な駅となっております。宇多津駅に到着いたしました。四国に上陸でございます。瀬戸大橋線から予算線への接続もバッチリです。121系改め7200系で行きたいと思います。宇多津駅3分乗り換えで、快速3ポート南風リレーで高松駅まで行きたいと思います。従来の抵抗制御から IGBT の VVVF インバータ制御に換装されました。本来の快速マリンライナーで来るルートであれば、左側の連絡線を通るのが定番です。快速区間はかなり飛ばしております。高松駅に到着する前に高松運転所に止まっている、ね、車両を見るのも高松駅到着前の楽しみの、ね、一つかと思います。鉄道のファンであればこちら側の、ね、席を、取った方がいいかと思います。本日も JR 四国をご利用くださいましてありがとうございます。
さて、後続のマリンライナー号よりも潮風号、サンポート、南風リレー号乗り継ぎの方が3分早く着くんですね。宇多津駅での1回の乗り換えの手間はかかりますが、3分早く着くっていうメリットもありました。予算線高松駅に到着でございます。雪券はね、ここまででね、終了したいと思います。高松駅自動改札機がね、導入されているんですが、四国旅切符ね、使えそうに見えて、実はね、JR 四国の自動改札機には未対応ということで、有人通路を通ることになっておりました。なので、誤って自動改札機を通ってしまうとエラーが出てしまって、清算してくださいというふうに言われます。四国スマイルステーションとしてスマイル駅舎が魔法をかけたというね、高松駅舎の高松駅ちゃんに変身しております。笑顔の駅舎に出迎えられて、元気に四国旅行を楽しんでいきたいと思います。せっかくですから、四国4県を周遊しつつ、 JR 四国の定期特急車両をね、全てね、乗車できたらいいなと思います。さて、香川県高松に到着したということで、香川県はですね、うどん県です。やはりさぬきうどんを食べずにはいられません。さぬきうどんでおなじみ醤油うどんはですね、最初からかかっているわけではなく、テーブルに置いてあるだし醤油をセルフでかける仕組みになっています。雪券は高松駅終了で、この先はフリー切符も兼ねた帰り券で周遊します。これから乗るのは2600系の特急渦潮。2000系の置き換えのために量産化する予定でしたが、土産線で試験走行している時に問題が発生したので、4両2編成のみの製造で終了しました。現在は高徳線専用で運用されております。1両に指定席区画と自由席区画を設けるっていうのは JR 四国のお家芸でございます。また JR 四国の機動車特急で全席コンセントを完備したのは2600系が初めてとなります。座席に可動式の枕も装備され、より快適になりました。さて、2600系は振り子ではなく車体傾斜装置ということで、コスト削減を図りました。そのため車体の裾絞りが振り子車両より小さく取られているのがわかります。さて、高松駅からはスマイル駅舎とレッチャ君とね、共に四国を周遊していきます。駅列車の要請ということで、車内での出演となります。どうかご了承をお願いいたします。さて、2600系は120キロ対応でございます。しかし、あまりにも快適すぎて、お昼ご飯の後だったということもありましてですね、ちょっと昼寝をしてしまいまして、起きたらもう徳島駅到着間際でございました。徳島県で来たことはあるんですが、県庁所在地の徳島市に来るのは初めてです。これで四国2軒目となります。徳島駅到着です。徳島駅では途中出場することなく、さらに南下をしていきたいと思います。徳島駅は10分の乗り換え時間です。普通列車の1200型で南下をしていきます。というのも、目的があるので徳島県をさらに南下していきまして、無理線の終着駅でもあります阿波海南駅まで向かいます。何気なく乗ったこの列車でございますが、阿波池田駅から阿波海南駅までの長距離列車で、徳島県内で完結するのに 151.8 キロ、4時間52分もの距離と時間がかかる長い普通列車となっております。機動車王国徳島県ならではの光景で、1両単位での分割併合もよく行われております。徳島県には電車が一切走っておりません。突然のゲリラ豪雨にも襲われましたが、無事に阿波海南まで到達しております。今回のお宿の近くにありました居酒屋さんでは、徳島県でもよく取れるサワラのですね、昆布締めがとても美味しくいただくことができました。阿波海南で前泊した理由はこの列車が目的です。これから乗りますのはキハ185系の特急室戸号です。1日1往復のみの運行で、上り列車は阿波海南駅始発となっております。単独で動画も出しておりますので、省略をさせていただきます。徳島駅では室戸号から岡山行きの特急渦潮号へ接続します。これから乗りますのは2700系特急渦潮でございます。2600系の量産化中止を受けて、2600系の車体傾斜から制御付き自然振り子装置を採用したということで量産化をされました。エクステリアデザインなどは2600系のデザインが踏襲されております。他にも南風や四万十足摺りで使用しております。
完成度の高い車両であることが評価されまして、ローレル賞も受賞しております。2600件にありました可動式枕は2700件には採用されておりません。ただし枕部のクッション性確保されております。そして肘掛けへの全席電源コンセント設置は JR 四国の新型特急の標準装備となっております。車体傾斜ではなく制御付き自然振り子なので、カーブでは速度を極端に落とすことなく通過をすることができます。また2700系は130キロ運転に対応しているということで、渦潮の中でも高松駅徳島駅間を最速58分で結ぶ列車もあります。制御付き自然振り子車両のということで、2600系よりも裾絞りが大きく取られていることがよくわかるかと思います。さて続いて乗りますのはキハ185系特急渦潮です。1日1往復のみ徳島地区の室戸や剣山の送り込み用としてまだまだ残っております。土休日に連結される悠々アンパンマンカーは多くの親子連れに人気があります。その渦潮号は徳島駅から車内整備を得まして、そのまま徳島線の特急剣山に使用されます。さて続いて乗りますのは同じくキハ185系特急剣山です。徳島線の阿波池田駅と徳島駅の間を結ぶ徳島線の特急列車で1日5往復の運転です。すべて国鉄型のキハ185系による運行となっております。キハ185系が使用される JR 四国の特急列車の中で最も使用される本数が多いというのは剣山となります。四国でレトロな車両の特急旅をしたい方はぜひ剣山に乗ってみてください。1日5往復とね、本数が多いからこそキハ185系の特急同士の行き違いも実現しております。四国島内で見られるのはおそらく徳島線だけだと思います。阿波池田駅では特急南風や四万十に接続するダイヤが取られております。これから乗りますのは2700系の特急南風です。岡山駅高知駅間を結ぶ特急列車で、2021年のダイヤ改正より全列車が2700系に統一されました。風光明媚な風景を走る土産線ですが、1時間あたり1本とね、本数も多いです。そして土産線は急カーブの多い山道を走っておりますが、新型の2700系なら平気です。また大歩危駅では四国真ん中千年物語号のキハ185系と遭遇いたしました。臨時列車も含めればまだまだ国鉄型が残っております。2700系同士ですれ違うのも南風四万十全列車が車両統一したおかげでございます。さて高知県の県庁所在地でもあります高知駅に到着です。これで四国3県目となります。岡山駅高知駅間の定期列車の全列車2700系の統一区間もここまでとなります。さて高知駅でも扉付きの自動改札機が導入されておりまして、 JR 四国では高松駅とともに導入をされております。高松駅と同様に高知駅も四国旅切符は自動改札には対応しておりません。さて高知県 JR 土佐黒潮鉄道は全線非電化でありますが、県内に電車が走っていないわけではありません。高知の駅前からは市内を中心に土佐電交通による路面電車が走っています。岐阜を走っていた元名鉄の車両も元気に活躍しております。さてこれから乗りますのは2000系特急足摺です。高知県の西側を走っている特急列車で、かつての振り子機動車のエース車両もまだまだここで乗ることができます。2000系は世界初の制御付き自然振り子による機動車でございまして、まだまだ現役で急カーブを通るときに現役で発揮しております。この乗り心地もまだまだ味わえることに感謝をいたします。久保川駅から先は第3セクターの土佐黒潮鉄道中村線に入ります。
こちらもフリーエリアに含まれておりますので、当然このまま特急列車に乗車することができます。土佐くろしお鉄道の乗務員の制服ですが、下記の制服がポロシャツで、鉄道員っぽくない涼しげな服装が特徴になっていますね。中村線では太平洋がよく見えるということで、海側の席ですと晴れた日によく見えますので撮ることをお勧めいたします。さて、当然フリーエリアですので終点中村駅で途中下車することもできます。この先はすくも駅から用事がありますので、普通列車ですくも駅まで向かいたいと思います。特急列車に乗れるということで、当然普通列車も乗ることができます。すくも駅から乗車しますのは2700系特急四万十です。高松駅から高知方面に向かう特急列車が四万十となります。全列車が新型2700系に統一されまして、乗り入れ先の土佐くろしお鉄道も一編成所有しております。こちら四国最長特急として動画出しておりますので、合わせてご覧ください。さて、2泊目に宿泊した JR クレメントイン高松での朝食です。かなり健康的なメニューでございました。さて、これから乗車しますのは8000系の特急石槌号でございます。予算線の電化に合わせてデビューしまして、2000系気動車の成功を活用した形となっておりまして、制御付き自然振り子が採用されております。さて、高松駅では四国真ん中千年物語号の回送列車のお見送りもできました。いつかね、これに乗ってみたいと思います。さて、高松駅8時45分発の特急石槌3号で、まずは伊予西条駅に行きたいと思います。皆様おはようございます。今日も JR 四国をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は特急石槌3号松山駅です。さて、順調に予算線を下っていきます。連結相手が並走してくるというね、珍しい光景もありまして、さて、一旦停止を繰り返して併合完了ということになります。さて、この先は潮風石槌の並結運転で松山方面へ向かいます。鉄道の町多度津駅では蒸気機関車時代の給水塔が今でも残っております。海岸沿いで制御付き自然振り子装置を作動させ、カーブでも高速で駆け抜けていきます。これこそ8000系の醍醐味だと思います。また日本一営業日数が少ない臨時駅も通過しておりますが、昨年度と今年度は感染症対策で営業しませんでした。さて、伊予西条駅に到着です。フリーゲージトレインの保存車両が見えたのが、分かるかと思いますが、もうこれでね、どこに行くか分かるかと思います。新幹線の父と呼ばれた総合新次氏のゆかりの地ということで、ゼロ系新幹線をモチーフにした看板が目立っております。なんと、訪問した日からしばらく感染症対策で臨時休館ということでした。総合新次記念館も鉄道文化館も同じくです。さて、気を取り直しまして、予定より1本早い特急列車で松山駅に向かいたいと思います。なんと、使用車両は新型の8600系でございました。後の車両8000系でしたので、これは嬉しい大誤算でございます。これから乗りますのは8600系の特急潮風石槌でございます。 JR 四国が21年ぶりに申請した特急電車で、デザインも JR 四国の社員と車両メーカーの共同で行っております。コスト削減のため、従来の制御付き自然振り子ではなく、空気バネによる車体傾斜装置が採用されました。岡山駅と宇和島駅間の直通列車の系統を切り離して、老朽化が進んでおります2000系気動車の置き換え目的もありました。
フルカラー LED の行き先表示を初めて採用したのも JR 四国では8600系が初めてです。さて、伊予西条を出まして次は松山駅に向かいたいと思います。8000系のキャッチコピーでもありました瀬戸の疾風というのを踏襲しまして、8600系は瀬戸内ストリームエクスプレスというねキャッチコピーになっております。 JR 四国の車両で可動式の枕を採用したのも8600系が初めてとなります。 JR 四国の車両で全席コンセント完備というのもね、今後の新型車両にいい影響を与えることになりました。フットレストも8000系にはありましたので、先輩のいいところは引き継いでおります。また8000系に比べて乗り心地もだいぶ向上しております。8600系の増備の話は聞いておりませんので、この新旧潮風石槌の交代シーンはしばらく見られるかと思いますが、まあ長くはないと思いますので、ぜひ皆さん目に焼き付けておくといいでしょう。さて、途中の今治駅からはゲストをお呼びしております。はい、今治の有名な、ゆるキャラバリーさんと、視聴者でもあります博多の内通者さんが駆けつけてくださいました。本当にありがとうございます。8000系は振り子、8600系は車体傾斜ということで、8000系では酔ったけど8600系では酔わなかったというね、話も聞いたことがありますので、乗り物酔いが心配で時間にゆとりがある場合は8600系を選ぶのもありかと思います。長らくのご乗車お疲れ様でした。まもなく終点松山に行きます。終点松山降り口は左側1番乗り場の到着です。どうも JR 四国特急潮風ななみにすべてをご利用くださいましてありがとうございました。さて、ついに松山に来ました。これで四国4県達成ということになります。また N2000 系の特急宇和海も見ることができました。現在は2000系と共通運用で走っております。 N2000 系には乗れませんでしたが、ノーマル2000系には乗っておりますので、大きな目で見ると全形式制覇したことになります。さて、松山に来たらあの観光地に行かねばなりません。松山市内の観光には伊予鉄道の市内電車が便利です。直角に交差するダイヤモンドクロスっていうのは日本に3カ所ありますが、そのうちの一つが伊予鉄道の高浜線と大手町線が交差するものです。鉄道と軌道が交差し、踏切があるのはここだけです。さて、道後本線にやってまいりました。やはり松山に来たら道後本線に来るしかありません。愛媛県といえば鯛めしですが、宇和島発祥の鯛めしは少し特殊で、炊き込みご飯ではなく贅沢な卵かけご飯のようなものになっております。これとても美味しくいただくことができました。さて、皆さんが想像する道後温泉といえばこちらの本館ですが、現在修復工事が進んでおりまして2024年の完了を予定しております。本館は入場できるエリアが制限されていて、ちょっと肩身の狭い思いをしますので、そんな方にねおすすめしたいのが近くにあります飛鳥の湯というところでございます。こちらは本館顔負けの設備を持っておりますし、綺麗ですので、ぜひね本館の代替設備の飛鳥の湯も行ってみてください。大広間を利用するコースを選べば、工事前の本館のような畳敷きの大広間でお茶菓子のサービスを受けながらくつろぐこともできます。さて、道後温泉の観光終わりまして松山市駅にやってきました。ドーム状の屋根から透けて見えるこの観覧車は、大観覧車くるりんと言います。伊予鉄グループということもありまして、市内電車の1日乗車券にはクルリンの1回搭乗券も、ついております。クルリンに乗ってしまうと市内電車が実質無料になってしまう破格の切符ということで、これ扱うしかないということで搭乗をしました。松山市内の街をぼーっと見下ろすのも非日常的な感じでいいかと思います。
松山城もよく見えます。屋根に SL の絵が描かれた建物は伊予鉄道の本社となっております。さて、伊予鉄道横河原線を見下ろすこともできまして、偶然元京王の車両が走行しているところも見ることができました。当然松山市駅から発車する市内電車も見下ろすことができます。さて、ドームが近づいてきましたら、そろそろ降りる支度をしてください。ぜひ市内電車の1日乗車券を買った際は、伊予鉄高島屋のくるりにね、ぜひお試しで乗ってみてはいかがでしょうか。さて、松山の観光も終わりまして、帰りの時間ということで JR 松山駅に戻ります。先ほども通ったダイヤモンドクロスは、大手町付近の他にも土佐電交通の播磨屋橋付近、名鉄筑光線の名電筑光駅の2カ所あります。JR 松山駅も高架化が予定されているので、市電からこの駅舎を眺めるというのも貴重になる日が来るかもしれません。 さて、高架化によって間もなく見納めとなります。この古めかしい松山駅舎、一部は小説坊ちゃんを参考にしたものもあります。愛媛県も徳島県と同様、四国で自動改札機のない県となります。さて、岡山駅までは1本で行ける潮風がとても便利です。このご時世でも自由席には多くの人が並んでおります。潮風も人気ということが伺えます。さて、17時37分発特急潮風28号で、名古屋に、目指したいと思います。まずは岡山まで向かいます。松山駅の高架化工事ですが、かなり進んでいる印象を受けました。さて、帰りは8000系ということで、制御付き自然振り子が作動しているのがよくわかるかと思います。かなり傾きを感じることができます。バリーさんは今治のゆるキャラですので、友情出演はここまででございます。どうも出演お疲れ様でした。また松山観光に同行してくださった博多の内通者さん、会いに来てくださりましてありがとうございました。今治駅でお別れでございます。さて、夕食は車内でいただきまして、夜灘物語のパッケージのピルスナービール、今回の四国旅行でドハマりしてしまったじゃこ天と松山駅の駅弁醤油飯でございます。昭和35年から販売されている歴史のあるお弁当でしたが、2018年に事業停止ということで、一時期松山駅の駅弁消滅の危機に遭いましたが、なんとか別の業者に依頼することで復活しました。元々のレシピも受け継がれております。また宇多津駅では岡山駅の潮風、高松駅の石槌に分割されまして、石槌の方が先に発車をいたします。この分割併合シーンも宇多津駅の名物となっています。この先は潮風単独で本州岡山駅へと参ります。さて、現実世界へと戻るための瀬戸大橋を渡っております。まだまだ四国を旅行していたい気分もありますが、現実世界に戻らないといけません。まもなく本州上陸となります。
この先 JR 西日本の管轄になりますので、 JR 四国の妖精スマイル駅ちゃんレッチャ君の投稿はここまでとなります。この先は JR 西日本の特急潮風号として岡山駅へ向かいます。こちらで乗務員ご提供しました車掌は木上です。途中で岡山までご案内いたします。本日の特急潮風号を利用くださいましてありがとうございました。4分ほどで終点岡山に着きます。降り口は左側6番乗り場に着きます。岡山の乗り換えのご案内をいたします。新幹線ご利用のお客様、新大阪東京方面桜568号新大阪行き20時32分23番乗り場、今日も JR 特急潮風号ご利用くださいましてありがとうございました。今後のご利用お待ちしております。さて、 JR 四国としての車両の、締めくくりにふさわしい JR 四国チャイムを聞きながら岡山駅に到着いたしました。さて、帰るまでが、旅ですので名残惜しいですが新幹線への乗り換え改札に向かいたいと思います。在来線はフリーエリア内なので岡山駅で途中下車することもできますが、まっすぐ帰りますので新幹線の乗り換え改札口にやってきました。フリー切符兼帰り券は岡山駅の新幹線乗り換え改札に入った時点でフリーエリア内の全途は無効となります。岡山駅から名古屋エリアまでの復路の乗車券特急券に変わります。復路もありきたりな列車で帰るはずもなくですね、画像が出てるかと思いますが山陽九州新幹線直通の、桜号で新大阪駅まで行きたいと思います。帰りこそね疲れているから、のぞみ号で一本で帰ればいいのにと思うんですが、やはりねこう帰りの道中もやっぱり車両をね選びたいものであります。新大阪駅で乗り換えが発生することを分かっていても乗りたくなってしまいます。車両はなんと JR 九州が所有する N700 系の8両編成、8000番台の R 編成です。普通車指定席は2列2列の豪華仕様です。さて、岡山駅を20時32分に無事に発車いたしました。この列車で新大阪まで向かいたいと思います。駅名表示が、スクロールがねこれ上から下に表示するっていうのもかなり珍しいかと思います。のぞみ64号による影響で遅れておりましたが、取り戻すかのようにねぶっ飛ばしております。素晴らしいです。お願いいたします。ご迷惑をおかけいたします。
さて5分遅れまでに回復して新大阪に無事に到着しました。案内通りきちんと隣のホームにはこだま766号が待っておりました。新大阪駅改札内の乗り継ぎで二人しゃぶの指定席券を発見できました。もたもたしていて置いていかれますので、さっさと最寄りのドアから乗車いたしました。新大阪駅は21時36分発 N700A によるこだま号です。さてどうでもいいのですが、この旅で JR 東海、JR 西日本、JR 四国の3社にまたがって利用しましたが、乗車したのは JR 東海、JR 四国、JR 九州の車両でして、JR 西日本の車両には一切利用しておらず、 JR 九州はかすりもしていないのに JR 九州の車両に乗車したということで、逆転現象が生じております。以上どうでもいい話でした。京都近辺では関西の新快速を追い抜いていきます。さてこだま号ですので各駅停車です。米原駅、岐阜羽島駅を経まして終点の名古屋駅へと向かいます。おなじみの車内放送、おなじみの光景に出迎えられまして、名駅のシンボル JR セントラルタワーズと JR ゲートタワーに、お帰りなさいとね出迎えられたかのように名古屋駅に到着をいたしました。さてようやく帰ってきました。名古屋駅で下車する際に注意することが、この切符ではありました。着駅が名古屋駅ではなく名古屋市内になっています。なのでこの先在来線も名古屋市内の駅であれば、利用は可能ですが途中下車はできませんでした。今回金山駅まで利用するということで金山駅の改札が近い中央西線を選びました。普通列車、快速列車に関わらず次の停車駅が金山という、理由もあります。深夜帯という理由もありまして、行き先は珍しい土岸行きに連絡をいたしました。さて、名古屋駅22時46分に発車をいたしました。安心感のある313系で金山駅に向かいたいと思います。この列車であれば途中下車しない限りは名古屋市内の駅でもあります最東端の新守山駅まで乗車が可能でした。普通列車でも音羽橋駅には止まらず金山駅までノンストップというのはメリットだと思います。東海道本線よりも改札口が近くて便利です。また今回の旅の振り返りとして実際に利用した正規の場合の運賃料金を計算していきたいと思います。雪券は高松駅で途中下車しておりますが発売額の3分の1程度は乗車をしております。さて帰り券では四国4県分を周遊しておりまして特急列車にも乗車しておりますので徳島駅から宿毛駅に行く道中でもすでに元を取っております。最終的に6万6370円分乗車しておりまして、お得額はなんと3万7040円でございます。関東や静岡エリアのようにサンライズ1本でというわけにはいかないのが名古屋地区でございます。名古屋エリアからの四国旅行に重宝したお得な切符ではありましたが、昨今の状況を鑑みると廃止もやむを得ませんが、四国デスティネーションキャンペーン開催前に廃止したのは痛かったですが、 JR 四国にはフリー切符が豊富にありますのでぜひどうぞ。長い時間ではありましたが最後までご視聴誠にありがとうございます。